ございます、私は今ですね、新潟県南魚沼市にやってきております。今日はこれから、日本百名山牧畑山に登っていきたいと思っています。ここはですね、桜坂駐車場、ここは第一駐車場ですね。ここにはね、トイレがないので、まだすごくいっぱい空いてるんですけど、この100メートルぐらい下ったところにね、第二駐車場があって、そっちには綺麗なねおトイレもあって、まずそっちから車は埋まっていくっていう感じですかね。私もそっちに停めました。で、今は朝の5時42分なんですけれども、もう第二駐車場の方はいっぱいになりそうですね。はい、それでは早速登っていきたいと思います。はい、で今日はね、メジャーな移動ねコースという方に行きたいと思います。最初はね、こんな感じの、そんなに傾斜もきつくない樹林帯を上がっていっています。なんかあそこにね、ちょっと開けたところが見えて、人の姿もちょっとあるのでね、あそこがもしかしたら5合目のポイントかなと思いますが、どうでしょうか。はい、5合目出発しました。5合目までね、だいたい1時間ぐらいでしたかね。で、このあと6合目までが40分ぐらいかな。まだね、この辺は、樹林帯というか、そういう感じな道ですが、登山道自体はね、比較的歩きやすい道になっています。なんかね、すごく急登みたいなのはないけど、もうじっくりじっくり標高を上げていくタイプですね。よいしょ。クワガタ、あー、なんか久しぶりに見たな、クワガタとか。ツンツン、あ、生きてる、やっか。はい、なんか明るくなりました。
が6号目あ、ぽいね、6号って書いてある。あ、すごい。青空が気持ちいいですね。で、あそこに見えてるこれがね、割引山っていうのかな、割引山って書いて、なんか読み方違うんですよね。で、巻き畑山は多分この奥になるんだと思います。さあ、じゃあ頑張っていきましょう。そろそろね、樹林帯が終わるかなっていうぐらいなところだと思うんですが、今ねちょっと後ろ振り返ったら見てください、この絶景すごいね、綺麗。いや、この先の景色もね楽しみです。よし、じゃあ進んでいきます。ここで樹林帯が終わりのようです。この辺ちょっと急登ですね、気をつけていきましょう。よいしょ、すごいな。よいしょ、樹林帯を抜けてからがね結構急登で、なかなかきついですね。でもね、この先に綺麗な景色がきっと待っていると思うので、それを楽しみに頑張って登りたいと思います。はい、階段が出てきました。木畑山8号目はい、このまま進みます。いや、いい道、最高。この階段どうも新しいなと思ったら令和5年度施工って書いてありました。いや、ありがたいですね、本当に歩きやすい。
ちが巻き合った山かな。どうだろう、多分この辺が巻き合った山のピークかな。偽巻き旗山、いわゆる偽ピークってやつですね。もうここは堂々と偽って歌ってますが、いやーすごいすごい、多分あの稜線歩いていくんだろうな。いやー気持ちよさそう。よっしゃ、行きますか。はい、避難小屋が見えてきました。よいしょ、ここまで結構ね下ってきましたね。はい、巻き旗山避難小屋、失礼します。あ、綺麗、綺麗ですね。さあ、じゃあ山頂目指してもう一頑張りいきましょう。ちょっと登りになります。動画あります。前巻き旗山ですね、あれが。いやあっちもいい景色じゃないですか。
い山頂のある稜線に出ましたね。ふう、ね、山頂標識がねここにあるんですけど、山頂はここじゃないんだって。さあそれでは、さっきのね山頂標識のところは本当の山頂じゃないので、なんならあそこも偽ピークですよね。なので、本物の山頂に行って、その先のね牛ヶ岳っていうのかなまでね、このビクトリーロードを歩いていきたいと思います。まあここは最高の稜線歩きだね。はい、あれここ山頂だっけ、なんか三角点みたいのはないんだっけ、これが印だったかな、そんな気もします。ここが巻畑山の山頂です。地味、景色は最高です。さあそれではこの先、牛ヶ岳までちょっと足を伸ばしてみたいと思います。線がねいいのよ、いいのよって言ったことないけどさ、情報、事前情報でね、この先に行くべしと。少し草紅葉が始まってる感じですかね。これちょっと黄色くなってる気がする。多分真夏はもっと青々としていたんだろうなっていう感じですよね。
牛ヶ岳山頂でしょうか。できそうなスペースにはなってましたけど、やっぱりさっきのね三角点があったところが牛ヶ岳の山頂っぽいです。で今戻って秋畑山の山頂標識があったところまでとりあえず戻ろうかなと思います。帰りの景色が絶景ですね。大好物ですね、こういう景色。ずっとこれでいいんだけど、本当に。標識のない山頂を通り過ぎて山頂標識があったところに戻っている最中です。いやーこの道いいな。今向こうに向かうときはねちょっと上りだったのであれだけど、今は下っているし、まあ何しろねちょっと今も雲が多くなってきちゃってますが、こういうなんかねもう天国みたいな景色ほんと好き。そうここのねこういうあの何山頂の木道、ここ木道じゃないけどこういう稜線、平坦な稜線にこうちょっと草原っぽくなってて池塘があってみたいな、このね景色をね山を始めたばっかりの頃にね何かで見たんですよね。だからねその時からね秋畑山はねもうずっと行きたい山ナンバーワン。まあその後にねいろいろ山やっていくうちに行きたい山がどんどん増えて、もう行きたい山ナンバーワンがいっぱいになっていったんですけど、まあ本当にねずっと行きたい山だったんですよね。ただねなんかやっぱりコースタイムがちょっと長めに設定されているので、ちょっとねやっぱりあの山始めたばっかりの頃はね、いや日帰りちょっと無理かなとか、あと登山口行くまでにね結構時間がかかるので、でも実際来てみたら長野に行くとかの方が全然遠いんで、こ
ここは全然近い方ではあるんですけど、そうだからね、私山始めてもうね8年ぐらいになるんですけどね、すごいスロースターターで、最初の頃は本当に近場の山とか行ったことある山ばっかり行ってて全然成長しなくて、でも自分でこうよくわかんないから人に連れてってもらったりすることばっかり考えてたし、全然ねなんかレベルアップしていかなくて、そうやっとねなんかあちこち行けるようになってね、牧畑山もね、なんか牧畑山ってちょっと噛むんですけど私、そうなんかまあいいや、そう牧畑山もね、もうね日帰りで十分行けるだろうと、今日は来てみたわけですが、いやもうね。想像通りのいい山、そう私の貧血さえねもうちょっとちゃんとまともになってればもうちょっと楽に登れたと思うんですけど、まだちょっとね登りがきついんで、はあ、まあまあ大変ではありましたが、さてそんなわけで山頂標識のねちょっと広くなってたところでちょっとお昼にしたいと思います。もう少しかな。それでは下山したいと思います。ちょっとね、だいぶガスが湧いてきちゃって、まあでもねこの重曹路はしっかり見えてるし、蒸し暑いかなっていう感じはしますけど、太陽もカンカン照りになることがなくてね、よかったです。あとはね今日はピストンで下っていくだけなので、偽ピーク、偽牧畑山も過ぎて今階段のところに来ました。これ登りの時はねすごい絶景が広がってたんですけど、もうガスがすごく上がってきていて真っ白です。やっぱりねこの時期っていうか夏とかは午前中勝負ですね。私は朝早くに出たのでスタートが5時45分ぐらいだったかな、なのでまあ山頂に着く頃までに絶景をずっと見ながら登れたのでよかったです。あとはねもうずっと下りだったような記憶、降りていきましょう。
はい、無事駐車場まで戻ってきました。いやー、下り2時間半ぐらいかな。あ、下りはね、早いけどね、足が痛くなりますね。さあ、それでは、この後ね、駐車場の料金を払って、バッジを買って帰りたいと思います。